こんにちは、サイザーチャンネル、はるかとレンとアキです。から読もうかな。日本円から、これ文章ないんだ。あ、文章はありますけど。なんて書いてある、はい、聞きたくないニュースですけど、うん、ミャンマーにいる日本人が気をつけますように。なぜだ。わー、日本人から財布を取ったんだ。そうです。まだね。これさ、この人まためっちゃお金入れてたね。そうそうそう、あの、うん、円で1万円でなんか49枚ですって。49枚。そうそうそうです。なんでそんなに持ってたんだろうね。そう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 、お金を買えるときに両替しようとしてたんだ、うん、はい。でその時にあの捕まえたみたいです、うん、でもこの犯人が3人捕まったっていうことはお金もその人のところに戻ったのかな。あ、捕まえた時に多分ここにあるお金だけ残るみたいよね。使っちゃったのはお金も、はい、うん、いろいろなんかいろいろなお店になんかちょっとずつ変えちゃいますね、うん、あ、そういうことね、はい。まあ、あの ID カードとかいろいろなあの証明書とか入ってたのはあのちょっと心配ですね。うん、これそうだね。運転免許証、うん、ドライビングライセンス、はい、とかも入ってたんだね。これさ、なくすとめんどくさいからさ、まあちょっとね、悪い人もいるけど、改めて気をつけると同時に、そのミャンマーのこと嫌いにならないでほしいなっていうのはちょっと無理かな。最近だもんね、お金落ちるから。そうですね、あのいろいろな、まあ、難しい状態だからね、あの念のために気をつけましょう。悲しいニュースですけど、まあ、ヤンゴンでもミャンマーで住んでいる皆さんのために、はい、いい人の方が多いからね、はい。この丸いはあの、うん、ミャンマーだとあの日本だと江戸時代とか侍の時代とか、はいはいはい、そういうだけ、うん、はい。でピュー時代、あー、わかるわかる、ピュー時代、はい、はいはい。このピュー時代からの、うん、ジープさん、温泉みたいな。え、温泉なのこれ。はい、あの赤い、あの温かい水が出る、はいはいはい、そこで、はい、あったよみたいな。また使うのかな、きれいにして。まあ、使うじゃなくてママ行きたいの。うん、どうする、きれいにしてなんか見学できるようにするのかなとかいろんなこと考えたんだけど、また使うのかな、リサイクルするのかなと思って。はい、世界観にもなったかと。ピュー古代石っていう、ピューはすごく有名、歴史の中で、ね、はい。またすごいいっぱいニュースあるね今日。なんだこれ、かわいい。あれはなんだっけ、あの猫の種類でウォンちゃんね。猫なのこの子、はい、猫の、え、かわいい、はい、あ、ミャンマーだよ。私の実家ライコ町タヤー州です。すっごくあの珍しくのあのなんだっけ、名前はウォンちゃんだから、ジャンで猫ね。ウォンちゃん、多分あのクマとパンダ、レッサーパンダみたい。そうですね。え、かわいい、はい、うん、これがあのライコ、今私の実家で歩いてるとか、うん、あのみんなを怖くて、多分怖くてなんか喧嘩、うん、喧嘩みたいな、うん、なんか多分、うんうん、この動物も怖いもんね、人たくさんなんか見てて。そうだよね。そうそうそう、それでみんなが、ね、はい、みんなが待ってて助けたんだ、はい、保護したのかな。この子はこれからどっか行くのかな。そうですね。でも今コマドにみんな書いたメスから、ね、赤ちゃんたちもあるかもしれないで、そうね、今考え、人たちに考えするのはね、今自分に赤ちゃんたちあるから危ないからね。あ、あれ、ね、犬みたいに、うん、はい、うん、だから心配からかな、はい、そうそう、まだいっぱいあるといいね。そうですそうね、少ない種類の猫ちゃんなんでしょう、はいはい、最近あの少ない種類の動物出てくるね、そこから出てくるね、はい、探しに行こうかみんなで。あれですよ、はい、ヘビが多いよ、ヘビ。そう、今私も言う思った、探せるとヘビだけ出てくる。あの
大丈夫よ。汗いっぱいあるやつが嫌だから。そうだね、なんか猿とか見つかってね、はい、可愛らしい猫ちゃんも出てきたね。あの蛇がね、はい、すごく出てくるのがみんなのなんかみんな言ってる話題はね、あの、うん、この蛇たちは多分中国に売るために誰かがなんか飼ってて、今ウイルスとかでなんか、できないから、うん、あと蛇をなんか蛇の餌も高いから、はい、難しい、息ができなくなっちゃってルート確保できずにね。中国なんで蛇欲しいんだろうね。あの使うのかな、食べるでしょ。ニュースを読んだのは料理なんか一つでニャンマーチャットであれですよ、5ラックぐらい高いですって。5ラック、はい、嘘。そうです、そうです。ヘビ育てるか、育てましょうか、私たち。そうだね。けふこけ、え、け、あの、宝石のけかな、宝石のけ、ミャンマー語でけ、英語で言うとゼン。ちなみにあれはあの、うん、私のカヤー州の、あの、うん、宝石です。カヤーでいっぱい取れるんだ。はい、カヤー州のモチという町で、なんか美味しそうな町の名前。何色、あの、なんだっけ、ケの色、あのシルバーみたいな色、色はシルバーみたいな、シルバー、はい、はい、シルバーみたいな色、はい。ヤマはケの色はね、私たちはケヤウの言うからケ色はケ色ありますよ。そういうことね、はい、その宝石の色がその色になるんだ。はい、はい、そうですね。ケヤウというんだから、ナマリ。ナマリ、ケルヤイレでナマリ。ナマリなんだ。へー。何もまあナマリ。ナマリってね、何？ナマリってさ、宝石以外にも使えるでしょ？そうです、そうです。あー、ナマリ。うん、うん。いろいろ使いますね。いろいろ使う、硬いから、はい。何に使うのかな。田舎だとあの毛はね、毛はだいたい中国に売ってる。ああ、売りそう、売りそう。はい。あとは、毛ってこの鉛って山、うん、山の方にたくさんあるですよ。うん、餅の山の方にたくさんあってて、うんうん、あの昔からはだいたいあの、うん、このデータのこのあのこの地方の人たちが、うん、自分のあの、うん、自分でなんかちょっとずつちょっとずつなんか掘ったりとか作ったり、うんうん、取りたりしましたけど、あの、うん、この地名にあの、うん、鉛が出ますよというなんか噂が聞いてて、中国人がたくさん入ってて、毎日車とか機械とかですごくあの山が崩れたり、最近はあの山崩れたりしてて、あったよね、なんかなくなって、それは鉛じゃなかった、木じゃなかったけど、そうです。うん、でもいい資源だね。はい、そうですよ。あんま使うことなさそうだな、日常で。あの日常のものに入ってるみたいよね、毛は。まあまあ、そうそう、入ってるけど、そう、その毛とか、例えば日本語で言うなまりとかいう言葉を使うかって言ったら、あの、ガンとかに、あの、ガンとか銃とかに使うやね。そうね、はい、そうね、はい、銃とか、あと花火の時に、花火の、はい、うん、あれとかに使うですね。うんうん、鉛筆は？鉛筆も、はい、鉛筆もいっぱいあるね、そういうの。はい、富士山のふ、ふうふう、まうらい、あの、ぷーぷーねとか名前が多いですね、ふは。あ、ぷー、そうだね、ぷーぷー、人の名前、はい、人の名前とか、花がたくさん、あの、咲くという意味で、ぷーぷーって、花が咲く前にあの、ちっちゃい、なんだろう、つぼみ？つぼみ？それです。あとは、ぽっちゃり？ぽっちゃり。はい、ぽっちゃりの感じで、あ、ピピポプリねとか、ドアポプリとか、ちょっとかわいい。かわいいな。はい。ぽっちゃり。ぽっちゃりってどのぐらいがぽっちゃりなの？私のぐらい。なんか痩せたじゃん。私ぐらいかな、今。ママ、今日、太った。家に見く、今日、まあ、今自分で撮ってびっくりした。
3日から1日3回食べるからね。いいじゃん、健康でいいじゃん、3回食べた方が。そう、太った。私は太いかな。太いで。リンも最近見てないけど、はい、リンも別に太くはない。逆に私はね、ぽっちゃりの方が好き。あー、ちょっとわかる。ぽっちゃりの方が可愛いよね。履いてる時もいいね。そうだね、抱き心地がいいね。そうですね。これはね、ちょっと世の中の男性に聞きたい。ぽっちゃりってどれぐらいですかと。あ、ママ、日本に私ムービー見た。ぽっちゃりとガリガリどっちが好きですか？で、日本の男性たちを、うん、あれ聞くのかしら、うん、はい、それを見た時、最後はぽっちゃりは勝った。おー答えが出たね。よかった。よかった。今日はそれを聞いて、うん、嬉しい。たくさん食べよう。いっぱい食べましょう。コウ、いっぱい。コウ。あ、いっぱいあるんだ。コウは、あの、ハト。ハト。あの、あれヤンゴンに一番多いよ。みんな、あの、餌をやってる。ゴーダーの周りと、ゴーダーの周り。ハト、ハト、はい。写真送るわ。ママ、まあ、昔はコウ、その花、ハトリで、お手紙とか送るでしょ。あー、電書バトってやつかな、日本語で言うと。そうね。私は、あれ、中国のムービーに見た。ドラマに。昔のドラマに。そうだね、そうだね、忘れてた。すごいお利口さんだよね、手紙を届けるんだよ。上手だね。うん、戻ってくるんだよね、ちゃんとね、行かないと。あれって、あの、教えてるかな。ねえ、教えてるかな、うん、いろいろ教えてみたい。ハトに？はい。何を教えたい？あの、言葉かな。話す鳥がすごく欲しくて、昔から私たちが言った言葉を言ってくれるやつだ。そうです。その鳥はね、高いね。うん、あ、高いんだ。高いです。はい、あ、白いの鳥は一番高い。ハトには教えないでしょ。ハトには、ハトは多分喋れない。言葉は難しいかな。そうそう、言葉は喋れない。そうだね。そう考えると鳥ってお利口さんだね。だって喋る鳥もいれば、そうやって物を運ぶ鳥もいて。そうですね。ね、はい。あとほら、コウノトリって聞いたことある？コウ？コウノトリ、赤ちゃんを持ってきてくれる。あ、そうですか。あれは日本でよく言うんですか？ミャンマーには聞いたことないです。日本では割と言うかな。すごい昔の絵本で、150年ぐらいの前の絵本で、そのコウノトリが子供を届けるっていうシーンがあって、はい、そこかららしい。日本じゃない、ちなみにこの絵本は。あ、うん、ドイツとかノルウェーから広がって、日本でもそういうイメージがついたんだって。あの、確認したいのは、この鳥って、うん、あの、うん、だいたい川とか、あと畑とかに、うん、田んぼとかに、うん、あの、いつもある白い鳥ですか？それは多分、鶴とかかな。あ、違うやつですか？じゃあ、それは、うん。でもちょっと似てるね。もうちょっとシュッとしてそうだね、多分。かかってみるやつ。あ、この方が。鳥博士がいないからさ、今日。そうですね。あ、そうですね。結構いないからね。鳥博士が多分編集でやってくれるよ。はい、そうですね。任せましょうか。任せましょう。動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、はるかとレンとアキでした。たたーん。